ボですかね。この組み合わせは伝説の時期、めちゃくちゃきついと言われて、キューボ対ユリアンは9対誠よりきついかもしれないです。前日あったあの伝説のかなりきついです。かなりというかもうサードでも屈指のきつさですね。なるほど、それを早尾がどう攻略するか楽しみです。基本的にその EX ヘッドというあの頭突きをしながら突っ込んでいく技があるんですけども、はい、今のです。今のはノーマルです。これはノーマルなんですけど、はい、光ってるやつはコンボがつながってしまう上に、はい、キューボってやっぱその投げを出しやすいキャラなので、はい、投げ出したところに当たりやすいんですよね、あれが。なるほど。だから当たっちゃうともうタックルとかで運ばれる上に減るっていう、もう基本的な状況なんですか。バックステして投げをかくらせる、凄まじいです。これが早を回していく、このキャラ像を持ってしても早尾なんですよね。早尾ですね。早尾はヒューゴじゃなくて早尾ですね。早尾ですね、はい、ヒューゴじゃないです。なんかこれヒューゴ有利に見えてますね。なんか見えてきますね、なぜか。なぜかどういうことなんでしょうか。ユリアン振るそうだなみたいな。そうですね、もう振ることが技がないですね。技はどうやって振るのみたいな展開になってますけど。あ、ダッシュヘッド、さらにこっからガード不動連携、ガードができない。さあコンボが完璧だ。コンボが上手すぎでしょ。もうユリアン中盤タックル。さあここはもう一回壁を張るか。うわー、なんだこれ。おお、マジか。クライエイズス、うわー、逆にのリープ。今のボスはどういう意味合いですか、リープ。いや、僕は今のはもうちょっと異次元の異次元の読み合いしている。遅らせ打撃のテリブルに対してのリープでしたね。そうですね、リープで勝つんですか。ですね、凄まじい。ショーモンもやっぱあのサードってこうプランが大事じゃないですか。どうやったら勝てるかっていうプランを。そうですね、すおお、バックジャンプしたところに。これは逆に投げた。ここは壁を張って、さあガードできるか。これは当たってしまう。そうですね、タックル。しゃがみたいな、これは入らないか。そうですね、ちょっとあれ難しいんですよね。タックルを遅らせないとヒラメが入らないので、しゃがみアッパーが。あ、しゃがみアッパー入るんです。そうなんですよ。アッパー、タックル、アッパー、タックルまで入るんですよ。そんなに入ってしまうんですね。そういうところもやっぱコンボが、はい、やっぱり減るっていうところも必殺でも決まっておきます。そうですね、なるほど。さあここはゲージを持ってるが位置があまりよろしくないので、ユリアンとしてはもう少し画面を押してから使いたいところですね。さあユリアン対早尾は、うわー、ダッシュを見てから気が済みます。やっぱりこれはユリアン対早尾でしたね。ですね、早尾は結構見せたがりというか、はいはい、そのフィニッシュブローをかっこよく美しく殺したいっていう、はい、もう美しさのあれ芸術ですよね。今のはもうちょっと僕今匂ってたんですよ。あ、やるんじゃないかと。早尾フィニッシュブローモードに移行してるなって。あ、これフィニッシュブロー考えてるなと。